ガンタが倒されたか。まだいるのかよ。こっちは急いでるってのに。どのようにしてグルグであるギガンタを倒した。その声、まさかアルゼストか。父より受け継いだこの剣で。なるほど、まだ力が残っていた。それと今戦況がどのようになっているか知っているか。ぜひとも教えてもらいたいもんだね。今頃サマリル様がトライゾン城塞を落としている頃だ。これでこの大陸は我ら闇の信徒のもの。あとは残る大陸を制圧するのだ。あの娘も我らの力となり、わずかばかりの抵抗を見せるお前たちの中に皆生き絶える。もはや我らの勝利は揺るがん。それでも戦うというのか。僕はあなたに教えられました。どのような状況になろうと諦めずに剣を振るえと。戦いは勝利が訪れるその瞬間までわからないものだと、あなたはそう言いました。だから僕は戦います。最後の瞬間まで諦めずに、この剣と共に。戦を終わらせるためだ。光と闇どちらかが倒れればこの戦いは終わる。ならばこの戦、闇が制すのも一つの平和なのだとは思わないか。いいえ、あなた方の先に真の平和は訪れません。私は私の望む未来のためにあなたを倒します。どうあっても光るというのだ。はい。ならばもはや何も言うまい。ここで倒れるのはお前か、それとも私か。答えを出すとしよう。行くぞ。光り通る。滅する。
あなたは自ら望んで闇を受け入れたわけではありませんね。なぜ闇に屈したのですか。もともと闇から生まれた私と違ってあなたは。私が弱かった。闇などに屈したこの心がもはや意識を保つことも難しくなってきた。サマリルの力は今や増すばかり。次に目覚めた時は心などない闇に仕える騎士となり果てよう。その時は頼む。私を。わかりました。僕の手で必ず。その言葉が聞けただけで私は。あと頼む。この先にさらなる闇を感じる。この気配、あの女ではないな。レオン、今は悲しんでいる時間はないから。分かっている。ここで立ち止まるわけにはいかない。この剣でしかグルグを倒せないのなら行こう。Thank you.